海です。まあまあの歌声よね。暮らしが思い浮かばないその歌のイメージってできないと思って、お子さん預かりながら三線一緒にやってみたりとか、うん、ニペーレーベルでいきましょうか。ニペーエーベル皆さんこんにちは。女性人脈多様宣言始まります。イエーイ。はい、ここ海です。今日眩しいです。で今日のゲストは、ミュージシャンですね。なんで今迷いが見られましたね音楽活動をしている桜庭あゆみさんです。お願いします。よろしくお願いします。ハイタイ。ハイタイあのね、あゆみは私がまあ小学校1年生の時からねずっと同じ小学校で、私は引っ越しをしちゃったんですけど、その後もなんかご縁があってね、年賀状でつながってたんですよ。まあ今って名前年賀状書く人少ないと思うんですけど、で10年後、20年後ぐらいに再会してね、なぜか年賀状では話すのに LINE とかはね交換しないでね、そこは連絡を取らなかったんですけど、じゃあ久々に会おうかってなって、そっからだよね、定期的にねちょいちょいだけど会うようになって、で、あの今回ね、もう彼女本当いろんなことをやっているので、あの皆さんにお伝えできたらなって思って、今日はもう海で撮影にしました。最後まで見てください。よろしくお願いします。じゃあね、はい、あゆみがじゃあ今やってるそのミュージシャンとしてやってることとかをちょっとざっくりいいですか、プロフィールを言っていただいて。はい、うん、沖縄の民謡、うん、やっぱり沖縄の民謡って暮らしがあってのものなんですけれども、うん、その沖縄の民謡を歌を通してちょっと暮らしが伝わるような演奏活動をさせていただいてます。あとはね、子供に対してわらべ歌を一緒に歌ったりとか、うん、伝えたりとか、そういったこともさせていただいてます。知ってたとか言って知りません。あ、知ってたけど、そう、ね、なんでさ、うん、そもそも沖縄のさ三振だったの、それが気になる。あ、うん、ミュージシャンになったきっかけ、まあ、本当にこうまず普通に旅行で行った時に、うん、まあ、民謡酒場に行って、はい、そこで聞いたマーマーの歌声よね。マーマーはママさんっていう何こっちの言葉がママってイントネーション、ま、ママしか言わないですよね。ママ、あ、ママ的なやつねイントネーションがね、ちょっとね、沖縄と神奈川と行ったり来たりするかもしれないんですけれども、うん、ママって言うんだ、向こうで。マーマーが沖縄の芝居、うちな芝居って言われる芝居をやってる人の歌声がちょっと神聖かつ、うん、でも土臭さもあるみたいな、なんか綺麗なだけじゃない歌声、へー、すごい味がある歌声にすごくこう感動というか心に刺さるものがあって、まあ、そこがきっかけとなって今に至るかな。すごいざっくりだけど。へー、それで人のもう、うん、なんか一目惚れっていうかさ、あ、これやりたいって思ったの？なんか聞いた時にすぐにやろうってはならなかったんだけど、うん、なんか、あ、やるっていう感じかな、やろうっていうか、なんか、あ、やるって感じ2年くらいはそのままでっていう、うんうん、それまで音楽は好きだけど、うん、やろうってならなかったから不思議だなと思って。音楽は好きだったんだっけ？音楽はもともと好きで、ただ自分がするのと好きって多分別問題だと思っていて。そうね、そう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 、うん、ただ、うん、沖縄の音楽は沖縄の人のものでもあるし、本当にいろんな人に響くもの、ね、うん、だからこう私の心にもちゃんと響いたんだなと思って大事にさせていただいております。すごいですね。なんかね、こっちの関東とかに住んでる人でさ、やっぱり沖縄に移住っていうのも勇気でさ、うんうん、その音楽をさ伝えようって思うのもさ、うん、こうちょっとハードルがあるよね、うん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 、なんとなくやっててもさ、別に現地生まれとかだったらなんとなくこう、うん、行きやすいけどさ、うん、しかも趣味じゃなくて一応ちゃんとね、うん、音楽家さんとしてお仕事をされてるっていうのはすごいやっぱ責任もあるし、うん、簡単にただ弾いてるとさ、なんかそういうわけじゃないじゃん、きっと思いとか強くないとできないから、すごいね、そんな思いがあったんだね。いや、周りの人様様ですよ、うん、すごいね。でさ、はい、その音楽、じゃあ音楽やりました、うん、三線やって、うんうん、じゃあ自分できるってなったよね。師匠のとことか行くの？三線って、初め横浜では習っていて、うん、ただ今沖縄では、うん、師匠についているっていうよりも本当にいろんな人に言葉のアドバイス、歌のアドバイス、うん、あとやっぱ歌の背景とか聞きながら、この歌はどんな
ストーリーがあるのとか、なるほど、を聞きながら、うん、よりなんか自分ごとにしていくっていうのかな。歌はもうみんなのものと思ってるけれども、うん、その歌を遠いものじゃなくて自分のものとしてちゃんと自分に近いものとして歌えるように、いろいろ暮らしのことも大事だと思ってます。おー、何何、暮らしってその沖縄での暮らし、はい、そう、やっぱなんていうのかな、歌の中には、うん、例えばあんたのお母さんどこ行ったのって歌があるわけさ。でもさ、うん、その時の暮らしが思い浮かばないとやっぱりその歌のイメージってできないと思って。あー、なるほどね。そんな素朴な会話なんだけれども、うん、それもやっぱその暮らしがなんとなく思い浮かんで聞くのと歌うのと全然わからない状態で歌う音として捉えるのって違うかなと思って、確かに確かに、うん、なるべくこう暮らしを伝えられるようにと思って、うん、何でしょう、いろんな昔の話とか、うん、例えば60代のおじいとかが、うん、おじいじゃないね、おじさんが、うん、あの素敵な先輩が、人生の先輩が、はいはいはい、やっぱ昔草刈りをして、うん、余った時間で三振練習してたよとか、なるほどね、そういったことも聞きながら、そういったこともこう感じながら、うん、どういった時に草刈りしてたのかな、それがでも日常にあったんだよなっていうのをイメージしながら歌ったりとか、うん、ね、伝わるかな、大丈夫かな、でも深いね。なんか沖縄の民謡だもんね、そもそもは沖縄の住んでる人たちが三線を使って、暮らしから生まれた音楽ってことだもんね、うん、ちょっとこっちの関東にはそういうのないじゃん、すごいよね、そこって深さがあるからね、そういろいろ教えていただきながらできることをと思ってさせていただいてます、ね、うん、なんかね、三振の音もすっごい綺麗だもんね、うん、独特よ ね、 ね、そうそうそう、いろんなアーティストさんいるじゃん、うん、そうそうそう、やっぱりこっちの人にも響くものは何かあるよね、まあ何言ってるかわかんない曲とかもあるけど、うんうん、本当はね、調べたらね、皆さん結構すごい深いんですよね、うん、沖縄の曲ね、意味があって結構作ってる、まあもちろん全部そうだけど、音楽は、うん、ちょっと入りやすいかもね、でもよくみんな耳にするし ね、 ね、なるほどね、あれだよね、でもさ、沖縄にその住むって、うん、今ね沖縄で活動されてるんですけど、うん、普通に別にね、まあ、こっちで活動しようと思えばできるじゃないですか、うんうんうん、だけどその沖縄にまで行った理由は、行った理由は行ってやろうって思ってさ、こっちで学ぶのも全然もちろんいいことだと思うんだけれども、うん、私の選択肢としてはやっぱ暮らしの音楽だから、うん、自身の暮らしがそこにあることで普段見える自分の景色とか、はい、そのいる空気感も大事かなと思って、それもなんか歌に出るのかなと思って、それこそね、持ってる空気感ってあると思うんですよ、土地に住んでると、はいはいはい、うん、そういったものも大事なのかなと思って、うん、学ばせていただいてますね。なんなのその歩みのさ、その軸の強さ、うん、すごい今ざっくり言っちゃうと結構彼女って芯があってなんかそのさ、ここでちゃんとやりたいみたいな、すぐ行動できるじゃん、あ、そういうとこあるよね、でも多分周りに言ってないだけで、うん、自分の中でイメージは膨らませておいて、うん、でもある時タイミングが来た時に、あ、今やる時だなっていう時はパンって行動に移すというか、タイミングは逃さないようにしてます。なるほど。でも違うって思ったらやらないよね、そこで。あ、そうで、なんか、うん、頭で考えていいなって思うことと、うん、本当に本心からやりたいなって思うことってあると思うんだけれども、うん、そこら辺は自分で、なんだろう、ちゃんと本当にやりたいことなの、それともなんかこれ頭で考えてるだけなのっていうのは、なるべくこう違いをちゃんと自分で見極めるようには心がけています、うん、やっぱそこですな。人ってどうしても少しぐだつくことってよくあると思うんですね。だけど彼女と話していると、私がどれだけちょっとこうダラダラしちゃったんだろうとか、あとあと考えるとちょっと無駄だったなって思っちゃうこと、まあ意味がないことはないんですけど、うん、でもやっぱ決めていけた方が進みが早いんですよ、きっと物事って。多分それが仕事だったり、まあ何でもそうなんですけど、そこをすごい学ばせてもらってて逆にスピーディーすぎてちょっと追いつかないっていうのもあるんですけど、ゆっくりゆっくりよこんなにゆっくり喋っておっとり系に見えるじゃないですか、めちゃめちゃハキハキしてるし、すぐ動くんですよ、で急にいなくなるんで好きなことやってるみたいな ね、ほら、特にさ、人に説明しなくても、うん、ちゃんとそれぞれが自分のことをやったらいいんだよって思う。そうだよね、本当ね、人の行動はあんまり気にしないわけじゃないんですよ、ちゃんと考えてるんだけど、うん、自分がちゃんとできてる。そう、そうね、あとぼーっとする時間もやっぱり大事だから、作ってるよね、うん、本当にこう砂浜にね、こうちゃんと足つけるとか、うん、そういった時間もやっぱり静かに過ごす時間も好きですよ、うん、ちゃんと作ってるもんねすごいよね。あとは
そうだよね、はい、その三線やってて、うんうん、まあちょっとねベビーシッターとかもね別にやってんだよね。もともと神奈川に住んでた時は、うん、まあ、幼稚園の先生とか、うん、まあ、そういう教育が関係の学校にも行かせていただいてたので、やっぱり子供っていうのもキーワードにあって、うん、でやっぱりお子さん預かりながら三線一緒にやってみたりとか、うん、本当にこう通いには行けないんだけれども、うん、お家に来てくれてやってほしいっていう人とか、あと音を聞かせてあげたいなとか、うんうん、こうなんか身近な中に音楽があったらいいなと思ってベビーシッターもさせていただいてます、うん、おじゃあ音楽を伝えながら、うんうん、音楽とセットじゃない場合もある、じゃない場合ももちろんあって、うん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 、まあそういう時にはでも私自身がいっぱいこう地域の人にお世話になってきたから、まあその子そのままを受け止める時間として捉えてて、まあその子がそれぞれ伸び伸びとできるようにサポートさせていただくっていうこともしてます、うん、すごいね、今完璧なライフスタイルよね理想、今理想の一番理想、あ一番でも私は結構軸の部分がぶれなければ形はな結構うん、なんだろう、あんまりこだわりがなくて、うんうん、年齢を変えることによって形は変わるかもしれないなって思ってます、うん、はい、だから子供のこととやっぱり三線のことは、うん、まあ、沖縄の民謡のことは変わらずさせていただこうとは思うけれども、うん、形は変わるかもしれない、でも周りはびっくりするかもしれないけど私的には別に何の、うんうん、大切にしたことは変わらないさっていう ね、そっか、大切にしているものがあればどんな形でも変わらないんですってすごいね、でも沖縄の人はそれこそ、うん、沖縄の人ってざっくり言ったら失礼かもしれないけれども、うん、なんかそれぞれが何してても、うん、あ、そうね、あなたが選んだことなのねっていう感じ で、うん、でこっちだとびっくりされたりするかもしれないけど、うん、意外と別になんてこっちゃないそっか、そう、それぞれがそれぞれでいなさいねっていうなんか素敵だね沖縄いいね、いろんな人もちろんいますけれども、まあそうだよね、うん、なんか、うん、とてもすごくあったかく見守ってもらってて面白がってくれてるかな、うん、ああ逆にそうかも、うん、あ頑張ってねって沖縄の方と仲良くやっておりますこっちもみね、どんな世界の人ともね、うん、海外の友達もいるし、まあなんか分かり合える部分でね、うん、いろんな人とやっていきたいなと思ってますけれども、素晴らしいさすがです。今回ね前半でねちょっと、うんうん、あゆみちゃんなんて言ってないね、あゆみのことをねいろいろざっくり今聞いたんですけど、うん、あの後半ではね実際やっぱ三線聞きたいじゃないですか、聞きたくないですかで、なんかそこでねちょっと感じてもらえたらいいなっていうのは思うところがあるので、ぜひあの後半もね見てください。ちょっと一旦前半はこれで終わりにします。はい、ね、ありがとうございます。こちらこそ、また後半も見てください。ありがとうございました。ありがとうございます。沖縄でなんていうの、ニペーデイビルでいきましょうか。ニペーエイビルじゃあまたねっていう気持ちで、うん、またやーたいにしようかね。あ、またやーたい、またやーたい、また会いましょうねって、また会いましょうね、またやーたい、ありがとう。